ジャス、今からマサの部屋に侵入します。怪盗レイムタンですー。いろいろ物色していくよ。ありゃ、電気つけっぱなし。マサってば家族の写真飾ってんの。今時珍しいじゃん。アツシの写真くらい飾ってやれよな。やっぱあたしが一番可愛い。当然でしょ。何この絵、センスないの。もっと派手なの飾りゃいいのに。まだ物足りないな。もうちょっと調べてみよう。何これ。カレンダーに怪しげなマークが。土日が多いっつうことは、あつしとデートした日か、なーにマーク書いてんだか。にしても結構たくさんデートしてんじゃん。なんか難しそうな本ばっか、漫画とか置いてないわけ。これはもしやマサの日記、見たいけど、見たら絶対気づくよな。やめとこ。やっぱ危険を冒さないと大した情報を仕入れらんないか。バレた時のマサの怒りとかやばそうだからね。今日のとこは諦めるか。さてと、そろそろお風呂入るかな。うわあ、気持ちいいな。やっぱ、さっぱりしないとね。なのになんでこういう日に限って風呂釜が壊れてるかな。締めが良くないよな。風呂釜が壊れるって最近使わないよな。最近の風呂って壊れることあんのかね。どうだろう。洗顔料は。これ、マサが買った高いやつ。それ使ったら怒られるやつ、だな。これ使ってからお肌すべすべなんだよね。なんか聞こえたような。ここは C かな。有利っぽい選択肢。気のせい。だよね。よし、なんもいない。泡が目に入っていたいよ。やっぱ、なんか聞こえるような。今の、まさか。気のせい、そういうことにしとこ。この子強い。まだ目に入ってるよ。どうなっちゃってんの。もう10秒。うわ、どうしろっつーの。でもこのまま出るわけには。何がいいの。シャレになんないって、もうちゃっちゃと出よ。わあ、マジびっくりするって。ったく。こういう日に限って誰もいないしさ。気のせいってことで。さーてと、一人でゲームでもやるか。確かしょっぱなでつまずいてたやつが。マイペースすぎだろ。あんなことあったら金玉縮み上がっちゃうよ。金玉細けい答えいいんだよ。またやられたよ。どうして同じとこでやられるかな。ワンチャン。再チャレンジするしかないでしょ。リベンジ。リターンマーチ。不気味な声で笑うなっつーの。今度こそ逃げ切ってやる。うわ、厳しいいいね。なんだ。ほらここ行ってる間にやられたって。なに、故障、ついてないなぁ。ワンチャン。こんなんで諦めらんないでしょ。再チャレンジ。嫌なとこからコンティニューされたなぁ。よっしゃ、これをこうすれば。あ、音量注意だぜ。この場面ゲーム音量がおかしいからね。ナイス、クリア、セーブしとかないとね。嘘でしょ、今のクリアはどうなっちゃうわけ。何の音？誰か帰ってきたのかな？なんでいきなりつくわけ？さらにセーブされてない。やってらんないっつーの、やめ。でも、消えるのはわかるけどなんでつくわけ？ま、いっか、細かいこと気にしない。さーて、どうしよっかなー。なんか喉乾いたなぁ。飲むもんあったかなぁ。これ。どうなってんの？なんか変じゃない？もうゲームやんない。なんか喉乾いてたのどっか行っちゃった。とりあえず部屋に戻るか。そうね。誰か帰ってきたのかな？誰もいなそう。気のせいかな。あたしの部屋。鍵、閉まってるなぁ。開けたっぽくないし、なんかおかしいなぁ。あたし、電気消したっけ？今のオルゴールの音っぽかったけど。これって蓋開いてないとならないんじゃなかったっけ？開いてないんですけど、どうなってんの？まさ、帰ってきたのかな？それとも。ここじゃないか。リビングの方かな。ねえ、誰か帰ってきたの？冗談やめてよ、まさ。ママさん、いるんなら出てきてよ。やっぱ、いないの。おかしいよ。絶対。停電。嘘でしょ。なんだ。隣ついてんじゃん。ってことは、この胸だけか。懐中電灯どこやったっけ？懐中電灯探さなきゃ。どこにあるんだろう。うちでは台所に置いてたよ。みんなはどこに置いてるんだろうな。やっぱ全部消えてる。一人の時に停電とかって厄介なんだよな。今の。やっぱ。なんかいる。やっぱこれが気になる。だよね。これ買ってからおかしくなったし。今んとこは異常ないか。さっきまでは異常だらけだったけどな。気のせいの一言で済ます鉄のハートの持ち主だから。なんでテレビつくわけ？停電じゃないの。なんかマジやばそう。私のプライドがどうのって言ってる場合じゃなさそう。36系逃げるが勝ちだぜ。やっぱ。退散しとこ。ふう、なんだっつーの。テレビ、消えたっぽいな。あたしが近づくとダメってこと。おとなしく寝ろってこと。そうしとくか。この曲。あのオルゴールのだよね。なんで？ひとみ、これ、いい曲だろう？パパ大好きなんだよな、この曲。ひとみも大好き。いいな。このオルゴール欲しいな。いいよ。ひとみもこの曲気に入ったんだったら大事にするんだぞ。うん、わかった。今の昼間あったおじさんの声。あのオルゴール、ひとみちゃんってこのものだったの。ひとみ、またそれ聞いているのか？好きだな。うん、大好き。そうだ。ひとみは来月のママの誕生日、覚えているかい？ちゃんと覚えてるよ。もうプレゼントもお手紙も用意したもん。ひとみは気が早いな。そのプレゼント、パパには見せてくれないのか？ダメ。パパに言うとすぐママに言っちゃうんだもん。絶対にダメ。わかったよ。当日までのお楽しみだな。うん、そういえばパパ、これってなんて曲なの？ショパンって人が作った別れの曲って言うんだよ。なんか寂しい曲だね。でもな、パパは別れがあるからこそ新しい出会いもあると思っているんだよ。ひとみも幼稚園の友達とは別れちゃったけど、小学校に入って新しい友達がたくさんできただろ。うん、でもいつかみんなと別れちゃうかと思うと嫌だな。みんなと別れちゃうわけじゃないんだよ。別れる人もいればずーっと一緒の人もいる。例えばパパとママとひとみはずーっと一緒にいるしな。ずっと一緒。お姉ちゃん、返して。やっぱ夢だよね。今のも夢の続き。そんななんか喉乾いちゃったよ。そういえばなんか飲むの忘れてた。はい、今回はここまで。次回もお楽しみに。チャンネル登録も忘れずに、コメントも待ってるね。ここまでのご視聴、ありがとうございました。